久保さん。今回、売る思い、売る力とかにしてもらいましょうか。まあ、直近でですね、昨日までか、24時間で、まあ、ちょっと高いね、商品を売ってました。単価は60万ぐらいですね。で、まあ、基本的に僕のお客さんってお金ないんですよ。まあ、今までいろんな商品を売ってきて、もう6年ですか。うん、お金がありますよっていう人は、まあ、あんま集客できてないです。<laughs> お金がありません。だからネットで稼ぎたいんですっていう方がほとんどなので、 あの、高い商品ってあんま売りづらいんですよね。売りやすいかっていうと売りづらいんですよ。お金がないわけでネットビジネス入るわけなんで。で、まあ僕も毎月売ってるのでデータ、お客さんのデータ、お客さんの状況大体わかります。で、今回あの、久しぶりにね、60万っていう価格で案内しました。で、その時に、大丈夫かなっていう気持ちはあったんだけど、いや、売るしかないんですよ、僕は。<laughs> なんで60万の <laughs>、 商品をこうね、まあ、セールスでも言いましたけど、最近ですね、歯の治療をしてみまして、歯の治療がすごく高くてね、あの、もう100万以上決済してるんですよ。で、また歯の治療をすると、まあ、合計で300万ぐらいが払うんじゃないかっていう見込みになってるんですね、見積もりが。で、予想外のちょっとね、お金がね、出費が出るんで、あの、これはちょっとバックエンドブランいとあかんなと思って。 やったんですよいやでもあこれ売れっかなみたいなねでも売るしかないですよどっかでてそのね歯の治療代まあ一応手術も何件一平したんですけどその治療代補填しないといけないんですね <laughs> でまあ売りましたよでまあ売る思いは強かったです思いは強かったなぜ思いは強かったっていうとそれをどっかで補填しないといけないって結局はね 僕はあのお金を給料を会社からもらえるわけではないですから、自分のことにしていかないといけないんで、まあ強い思いでね、その、あの、組みました。まあ結果どうだったかっていうと、まあ売れましたね。あ、買っていただく方。うん。なんかね、あの、結構ね、高額な商品を売るとですね、吉田さん、あの、分割になんとかなりませんかっていう人多いんですよ。<laughs> まああの一、一撃入金しっかりいただきましたね。 <laughs> だからまあ今回のやっぱあの販売でやっぱ持ってる人は持ってるなっていうのはねだからセールスしてみないと分かんないしでもその売るときにちゃんとその気持ち入れて売らないと売れないだろうしうん,なんかねやっぱ売れねえだからねまあ僕あの対面とかズームとかじゃないですからねウェブ上で売ってっていう話ですよ。 うん、多分ね、60万ぐらいだったら、まあ、ズームとか電話とか対面の方が売りやすいんじゃないかなと思いますね。ネットだけ、ネット上だけで売るって結構まあ難しいと思います。60万は。まあまあね。まあ、30万とかだったらまああれですけど、60、50を超えてくると、ネットだけで、うん、売るのはちょっと難しいかなと思いますけど、売りました。うん。そう。よかったですね。 4名ですね。だから4名で、まあ1人今は着金待ちなんで、あれなんですけど、3名はもう入金あるんで、180万ぐらいですか。うん。だからまあもう一人決済したら240万か。かあとは60万ぐらいに関しては、どっかでまた補填しますんで。うん。そう。まあ、売る力っていうのは、結局その強い思いで売ってんのか売ってないのかっていうのが、 ななんかか大事かなって絶対売るっていうね絶対売るんだみたいなうん僕もねまあ再生数少ないですし毎月なんかいろいろ売ってるのでもうさすがに井戸の水は枯れたかなみたいなね毎回思いますよだってずっと毎月売ってるんだからもうさすがに井戸の水ねえだろみたいなねでもあるんですよ井戸の水は井戸の水はあるんです思いがその水を沸かせるんですよいってらっしゃい